こんにちは。ここでは動学 .tv のアカウント情報の変更の仕方について説明していきます。まず、このページからログインのリンクボタンをクリックしてログイン画面へ行ってください。ログイン画面まで行きましたら自分のメールアドレス、パスワードを入力しログインしてください。そうしたら 自分の動画 TV のページが開けると思います。ここで右上にあるアバターボタンをクリックしてください。クリックしたら一覧が出てくると思いますが、その中でお客様情報の変更を選んでクリックしてください。ここで現状のアカウント情報が確認できます。 アカウント情報を変更するためには、エディットプロフィールをクリックしてください。アカウント変更画面に移動したら、フルネーム、e メールアドレスを記入して、パスワードの変更はその下で行えます。これらをすべて確認したら、セーブチェンジを選択してください。 変更内容に間違いがなければ、変更内容の保存をしてください。以上でアカウント情報の変更の説明を終わります。次はクレジットカード情報の変更について説明していきます。